そしたらですね、南清水沢駅の次は清水沢駅に行きます。この清水沢、南清水沢あたりはですね、結構街も大きいですよね。家もたくさん建ってますし、駅も2つあるしね。そして南清水沢、清水沢は市街地が途切れないでですね、連続しています。昔はもっともっと建物を建ってたんでしょうけどね。でもまあ今でもそこそこの規模の集落ですね。春の夕張に癒されますね、やっぱり。そしてこっちの国道の方はバイパスなので、南清水沢のですね、町の方に向かっていきます。ここは右折です。あ、ちなみに左側にですね、自民党のポスターがあります。で、道路を右折して踏切を越えると目の前にセイコーマートがございます。そしてこの道路左折ですね。そして左折して清水沢の駅前に行きます。清水沢の駅前はですね、ご覧の通り立派な商店街が広がっていますけれども、どれぐらい営業しているのかは分かりません。ただ駅前にちゃんと信号があってですね、駅前にも駐車場ありますよね。立派な駅前ですよ。なかなかあのタクシーが止まっているところの横ぐらいに止めれば多分いいんじゃないでしょうかね。あ、ここだ。ここに車を止めていきましょう。ここにもまた立派な跨線橋がありますね。ハイヤー駐車場、ハイヤー駐車場、ハイヤー駐車場って書いてあるから、あの自家用車は止めちゃいけないんでしょうかね。自家用車止めちゃいけないんだったら、まあ多分向こうの砂利道が自家用車の駐車場なんでしょうか。そっちに止めています。見てくれは立派な商店街ですけれども、うん、まあなんかかなり朽ち果ててますね。まあ、この辺はやむないでしょうね。それではですね、この土でできた駐車場に車を止めて清水沢駅現地調査していきます。